はい今回は異次元の増税でフルボッコにされている日本国民と消費税の正体こちらについて考えてお伝えしていきます今回もよろしくお願いいたしますまああの増税増税増税でですね多くの日本国民は、まあ、僕もそうですしリスナーさんもそうだと思いますがとても生活が厳しい方が多くいる今の日本の現状ですね でなんでこんなことになってるのかと、あとですね、別にこんなことをする必要がないっていう、その統計的な、まあ、その数字も分かってるんで、まあ、そこら辺を考えてお伝えしていきますので、今回もよろしくお願いいたします。ニュースの記事とですね、あと、明石の市長である泉さんっていう方が投稿されてるご意見がありまして、 でそこにまあ消費税について、えー、触れてるんで、まあ、思うことということで、えー、お話ししていこうと思うので、えー、まずはです、ね、ニュースの記事から考えていこうと思います。このようなことが分かっているんですね。2022年度の国の一般会計の税収が前年度より約4兆円増え、71兆円強である見通しということですね。70兆円台に乗るのは初めてで、3年連続で過去最高を更新する。 3年連続で各国最高の税収を得ているということですね、うん。国民は困っているのに、えーまあ、政府、国には税収が入るとで意味が分かりませんが、えーまあ、消費税、法人税、えー、所得税が増えたとかっていうことを言われるんですが、まあ、税収はあ2019年に消費税を10%に上げた効果があり、えーまあ、20年度に60.8兆円と過去最高を更新したと。 消費税を上げたからですね、やはりあのこれどうしようもない消費税ってね、国民のために全くないものですが、21年度はそれを上回る67兆円、2022年は税収を68.3兆円と見込んだが上振れすると、全くも意味,意味がわからないんですけどね。うん、で、えー、今度、国民の給料っていうものに関してもですね、このフェイクをかけており、えー 実質賃金が前年比を1.8%減ったものの、名目賃金は1.9%増えたっていうことを言ってるんで、なんか増えたのかと思うんですが、違うんですよ、実質賃金が1.8%減ってるんで、でまあ、株主の配当増加、所得税の増加につながったとかっていうんですが、 まあ単純に何かっていうと、おまあ、国政府としては消費税、えーねえーうわあのー、上げたからあうまく、まあ、税収が増えたよねっていうこと。で、もう一つは、えー、国民のお、まあ、手取りですね。手取りは減ってるっていうことです、あのー。総支給額は増えてるけど手取りは減ったよねっていう、まあ、そういうことを考えていくわけですね。で、えー、このちょっとグラフがあってグラフが出せないんですけど、まあ、日本の税収っていうことで、まあ、大体こういう感じなんですが、 2001年は約50兆円、2009年は約40兆円、2022年は70兆円ということで、ものすごく税収が上がってますね。過去最高の税収ということで、過去最高の税収を出しているということは、つまり日本国民からそれだけ税金を徴収しているという、まあ、そういったことなわけですよ。 うん、国民生活がとても厳しいのにね、えー、増税、増税を繰り返す、まあ、岸田あ、全く僕たち、国民にとって意味がわからない、訳が分からないとしか思えない、で、えー、明石の市長である泉さんがです、ね、このようなあ、まあ、投稿をしていて、こちらの投稿がです、ね、注目なので、こちらを考えていこうと思います。 十数年前の税収は40兆円程度でした。当時はそれでやりくりをしていたと。今は70兆円の税収がありながら、国民に還元することなく、さらなる増税を拡作していると。で、えー、消費税がなくても40兆円以上の税収がある。消費税って本当に必要なんだろうかと、泉さんはおっしゃっているわけですね。うん、まあ、このことを後で考えておきます。で、またもう一つ、えー、あるんですが、 国の税収は3年連続で過去最高となるが国民の実質賃金は減少とのことだから総支給額が増えても手取りが減ってるっていうことなんですね財務省のもとには国民の手元からお金が吸い上げられていくと、えー、国は国民への増税を拡作し国民さすがに怒ってもいいのではないかとこのように泉さんが投稿されております この泉さんという方はですねとてもいいことをおっしゃってますね。えー、明石の元、ねえー、市長なのかな、うんで。支持される方もいらっしゃると思うんですが、言ってることがまともなんですよ。僕も本当に思います。で、えー、まず一番意味がわからないのが、過去最高の税収にもかかわらず、全然日本国民には還元しないわけじゃないですか。 なんででですかっていう話なわけですよでまあそれもおかしいし過去最高の税収であればこれからは別にさらにさらなる増税なんて必要ないわけじゃないですかでもこれからさらなるあの増税をまたしようと画策しているわけですよ。でこの泉さんがおっしゃってるんですが消費税って本当に必要なんだろうかと泉さんは多分ご存知だと思いますが消費税っていうのは全く不要です全く不必要です全くいりません。 よくあのー、古典的なでたらめが言われるんですが消費税が社会保障に使われているっていうでたらめですが全くもってるのはデタラメですからね全くそのようなことはありません。 消費税が社会保障の一部に使われていたことがあるのかもしれませんがえそんなことはないし今の、ね、日本の社会保障え全く整っておりませんので消費税がもし社会保障に使われているのであればえもっと日本の社会保障というのは整備されているはずなんですがされておりませんねえでは消費税というのは何に使われているのかという単純なんですよ大企業の法人税の穴埋めということですそれだけです国民のためにどうのこうの社会保障がどうのこうの全くのータのみですふざけているのもいいところ ですで、えー、そのために大企業の法人税の穴埋めをするために日本国民から幅広く消費税という形で取ろうとかっていうね、えー、まあ、そういった本当に一部の大企業をね、えー、経団連とかそういったところの単々なる法人税の穴埋めに使われてるだけっていう、まあ、しょうもない話なんでさっさとなくせって話で話全くいらないから国民のために一味リもなってないから。 更に国民のためになってないどころか日本の経済の循環が悪くなるっていうことで消費税をなくすだけでも全然日本の経済って良くなるんですよ。こうまともな人たちの間ではもう死ご,ごく当たり前の話なんですが、えー、分かっていてかわ分かっておらずがなんか知りませんけどそういうことを言わないと。で 国民の給料に関してもねこの泉さんもおっしゃってましたが、えー、国民の給料の総支給額がアップしたっていうんですがあ騙されてはいけません、えー、総支給額がアップしてもそこからいろいろ社会保険料とか何なりかんだれ引かれることによって手取りが減ってるんですよ何が問題なのかっては手取りなわけですよ ね、自由に使えるお金が、えー、あるかないか多いか少ないかっていうことが問題じゃないですか手取りが少なくなってるっていうことであればお金を自由に使えませんから、ねえー、消費があ、まあ、冷え込む経済の循環が良くなるわけがないんですね。 でこの消費税っていうのはおそらく自民党あるいは経団連さらには財務省そういったものの背後に日本の創始国外国ですねアメリカが何かしらの指示をして日本国民からどうにかこうにかした消費税とかそういうのを取るそれだけだと思いますで。はっきりとっていうのは分かりませんがこれから先数年後も日本はもう増税の、まあ、増税する方向がもう流れが決まってるっていうことで。 今ですね、5校5民と言われてますが、ここ数年後、2年後、3年後には、国民負担率は確実に60%を超えると言われてるんですね。しかし、国民負担率60%を超えても、社会保障は整っていないと。全く訳わ,わかんないじゃないですかあ。おそらく今が5校5民ですが、えーね、6校4民になるのかなあ。それで社会保障は整っていないと。 でえー、僕のこれは考えなんで合ってるか分からないですけど皆さんも思うと思うんですよあの過去最高の税収なんだからもうこれ以上増税するなよって国民の生活が厳しいんだから、まあ、厳しい人が多いと思うんですよ僕もそうですし、まあ、リスナーさんもそう,だとそうな方が多くいらっしゃると思うんですが、うん、でさらにね、えーまあ、これはこういうことができないのかもしれないんですが 単純に僕思うことがありましてこ YouTube とかあー、ね、トピックとかを CRA の時に、えー、見たりするんですがあ日本のですね議員のボーナスって確か300万円ぐらいもらってるらしいんですよ。いやそんなに、えー、必要なんですかって本当に。 えー、国民はね生活に困窮している中意味がわからないじゃないですかで百歩譲って、えー、議員で国益とかのためになってるんであればそれぐらいお金をもらってもねいいのかもしれないけど国益用にかなってる議員ってほとんど見ないんですけどねうん。 だからあの、こんな300万円とか無理なのかもしれないけど、ね、議員のボーナスとかっていうんだったらそのお金を日本国内の困っている人に、えー、渡すことはできないんでしょうか例えばですね日本っていうのは、えー、先進国と言われてますがそれっていうのは全くのもうでたらめで、えー、確か7人に1人の子供がご飯を食べることも困ってるっていうことなんで、うん、そんな議員の300万のボーナスをその子供の子供食堂のお金にも当てられないのかと思います。 あとですね皆さんも見たことあるかと思いますが国会中継の映像とかで,ですね、えー、寝てる議員とかいるんですけどこういうやつってやめさせられないのかなって思うわけですよ意味わかんないじゃないですか寝てるとか、うん、普通の会社であればこんなこと解雇ですからね、えー、この寝てるとかだからこういう意味で無駄が多いんですよ無駄が多すぎるんですよ、うん、だからあ消費税っていうのも、ねえー、社会保障になど使われておらず であの一部の大企業の法人税の穴埋めにされているっていうそういう、えー、デタラメね、うん、だからこういうことに、えー、どっかのタイミングで日本国民が声を上げていかないと。 あの日本国内でね日本国民が過ごせない今もう経済状況に、えー、向かってるというか今でもそうかもしれないんでこれから先さらに向かおうと思ってるんで、うん、異次元の増税で本当に日本国民が、えー、もうどうにもならない本当にルボッコっていうね、えー、もうどうしていいかわからないような状態になるわけですよ。で消費税の正体は別にに社会保障に使われることなく 大企業の法人税の穴埋めに使われていると、こういうデタラめをやっているわけですね。本当に願うことといえば、皆さんと僕も同じですが、自民党政権の交代、自公政権の交代、岸田ももうなるべく早く変わってもらいたいと思います。全くね、国民のためにならないから。で、この消費税の正体っていうのをお伝えしましたが、消費税を廃止するべきです。全く国民のためにならないから。 で、えー、さらに言えば、日本国民のために舵を切ってくれる方が政治のところに入らないと、もう本当に、えー、日本国内で日本国民がどう,うななどうしようもなくなってしまう、そういったあものことが近づいてると考えられるんですよ。ただ別に諦めるそういうわけではなく、僕たち日本国民で、えー、日本をよる方向へ、えー、まあ導いてい、えー、きたいと思います。国国民民民民が選挙ににに行くべきです、えー、どうにかして国民の民意を示してての意をを示自民党政権交交交代代代岸岸田田させる それを国民がしないとどうにもなりません。 すべてのことですが、日本のこれからというのは日本国民にかかっているんですよ、これ以上でもこれ以下でもないと思うんで、えーまあ、政治というのは関係あるかもしれませんがあ日本、日本のこれからは日本国民にかかっているんで、えー、僕たちがですねより良い、えーまあ、日本で、えー、あ,あれるように、えーまあ、そういったために、今回、ですねこの異次元の増税で国民が大変な思いをしていると、そういったことと消費税の正体についてお伝えしてみました。何、えー、何かしら参考になっていいただけるここととがお伝えででできれば何よりですっていうことで 今回はここで終わりです最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼いたします